はいどうもトラキチです。今回はですね、球場飯からエージェントエースへ、イベントが切り替わりましたんで、それをちょっと見ていきたいなと思います。はい、おなじみのイベントですね、エージェントエース。はい、報酬の方ですけども、合計オーダーポイントの方で、Sランク確率 30% 契約者あります。で、累計チケット獲得報酬の方で800枚ですね。ここに S ランク契約者ありますんで、きっちり取っていきたいなと思ってます。で、まあ2試合ほどやったんですけどね、まあいつも通りであれば、とりあえず僕は12球団で集めて、どんどん減突していって、合計オーダーポイントの方をね、クリアしているんですけども、まあ通常通りであれ、今まで通りであればね、それでいつも、クリアしてますんで、今回もそれでやろうかなと思ってます。まあ純正とかはちょっと難しいんでね、12球団の方が楽にできますんで、いつもそれでやってます。はい、今回もそれでいって、クリアしていきたいなと思ってます。はい、S ランク契約書ねありますんで、きっちり取っていきたいなと思います。はい、でですね、今回はですね、契約書の方が A ランク自チーム契約書1枚あります。はい、これを開封します。で、その次に A ランクの自チームミキサー、これをまあとりあえず1回 しようかなと思ってます。1回します。で、その後に称号をね、ちょっと2人ほどつけたいなと思ってます。この岩崎選手と藤川選手ですね、この2人に称号をつけていきたいなと思ってます。はい、今回はその流れでいきます。とりあえずはそうですね、まあ契約書からいきます。 A ランク自チーム契約書からいきます。で、まあ、欲しい選手一応確認しておきますけども、まあ、阪神純正だけでやってますんで、前回ね、近本選手、来て A ランクがちょうど5枚になりましたんで、もう近本選手はあとはもう S ランクが欲しいですね。今は A ランクはもういいです。で、マルテ選手、ガルシア選手、北条選手、この3人が S ランク持っててまだ極めに行ってない3人ですね。で、高橋選手、原口選手、島本選手は、単純に A ランクが高橋選手1枚だけ持ってて、原口選手と島本選手は1枚持ってないんで、まあ欲しいかなと思ってます。まあ、一番欲しいのはマルテ選手、ガルシア選手、北条選手です。はい、それでは、まずは A ランク自チーム契約書から、いきたいなと思います。はい、これですね、マルテ選手、ガルシア選手、北条選手、この3人の誰かが来てほしいです。お願いします。さあ誰くでしょう。おー、マルテ選手来た。はい、これで減突4になりました。おー、嬉しい、幸先いいですね。はい、これは嬉しい、やっと来ましたね。はい、いや、いい感じです。それでは A ランク自チームミキサーですね、こっちやりたいので、こっちでもちょっと北条選手あたりも欲しいですね。枠は潰さず行きましょうか。はい、この5人で行きます。この5人でさっき言ったマルテ選手もまだ現実4なんで、マルテ選手まだ欲しいですね。で、ガルシア選手、北条選手、この辺り来てほしいなと思ってます。お願いします。来い。さあ、もう一丁来い。どうでしょう。ああ、藤川選手か。藤川選手、今から称号をつけますんでね。はい、いらなかったですね。はい、まあいいです。マルテ選手来ましたんで、自チーム契約書でね。はい、まあいいです。はい、それではちょっと称号をつけます。称号なんですけども、岩崎選手も藤川選手も別に同値になるわけでもなければ、何もないんで、極意書使わずに、極意書をちょっと貯めようかなと思いまして、
後にね、道地の弥生選手が来た場合用に奥衣装を貯めておきたいんで、まあ、藤川選手も岩崎選手も極秘書なしでいきます。はい、それでは、まあ、できるだけいい称号が欲しいなと思ってます。はい、じゃこのままいきますね。何が来るでしょうか。圧倒的な請求、星2ですね。圧倒的な請求、おはい、請求プラス2ですね。はい、いい感じです。全然いいと思います。ベースの変更で次藤川選手いきます。藤川選手も別に道中になるわけでもないんで、1枚も使わず極意書使わずにいきます。できるだけ称号が欲しいです。それではいきます。粘りの投球、星2。粘りの投球って何やろ。おお、結構いいじゃないですか。はい、制球プラス1、スタミナプラス1。はい、いや、いい感じです。はい、まあ極意書なしでやった俺には良かったかなとは思います。はい、今回はこんな感じです。まあエージェントエースの方もね、きっちりやっていきたいなと、Sランク契約書もらえるまできっちりやっていきたいなと思いますし、あと A ランクチーム契約書で、マルテ選手来たのが非常に嬉しいですね。はい、良かったです。また動画上げますんで見ていただけるとありがたいです。以上、トラキチでした。